はい、こんにちは。今日は雑談会です。たまにはこういうのもいいんじゃないかなと思います。まあと言いながらね、最近はゲーム実況ばかりに肩入れをしてて、本来の動画の趣旨と全然違うこともやったりとかしてるんで、まあちょっと息抜きもしたいなっていう気分だったんで、今日ですね、なんだっけ、サンドウィッチマンと芦田愛菜の博士ちゃんという番組を、まあ、見てまして、まあ、なかなか個人的にはずっと小さい頃から興味のある分野だったので、珍しくテレビを1時間がっつりね見て、あんなことあんまないですよね、僕がテレビ1時間、途中で飽きるかもうお風呂入ろっかみたいな感じなんですけど、まあ、そんなこんなで1時間がっつり見てて、まあ、最後東大教授の方が出てきて、今回の博士ちゃんレン君という、まあ、あの番組自体初めて見たのかな、うん、というところだったんですけど、まあ、見てて最後やっぱりこう人類っていうのは環境を作るで人を滅ぼす方向に向かっていってるんじゃないかみたいな話もしてたんですけど、まあ、逆にね、人はいろんなものを作ってきて、やっぱりこう生物が進化するスピードよりもはるかに早く、社会を作ってきたみたいな話をしてて、かっこいいなとか思いながらこう見たりしてたんですけど、ね、一緒に見てたからどう思ったとりあえずニコッとしてますわまあそれはいいとして、まあ、その人類とやっぱり他の生物の違いっていうところで、まあ、改めて認識させられたっていうのは、やっぱり生物っていうのは環境に従って生きてきたんだなっていうのは改めて思いましたね。恐竜なんかっていうのも2億5000万年2億3000年前くらいかな、から6500万年前までの、まあ、約1億年ちょっと、まあ、1億年以上の期間やっぱ生きてきたけど、環境の変化、急に気温が変わったりとか隕石が落ちてきたりとかっていうのでやっぱ適応しきれずに絶滅したっていうところがあるんですけど、まあ、万が一人間、まあ、人類がそれはまあ地球が終わるくらいの隕石が落ちてきたら、まあね、どんな生物でも終わるんだと思うんですけど、多少一体が終わるような隕石が降ってきたとしたら、多分そこになんかこう基地を作ったりとか、周りからいろんな資源を与えてそこの地域を復興させたりとかって、なんだかんだ生きていくんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから生物というのは環境に生きてきて環境に従って生きてきた一方で、まあ、人類というのは環境を作ってきたんだなということは、まあ、改めて認識させられたなと。で、まあ、そんな中で飛行機は100年ちょっと、核兵器なんかってはまあ75年ですか、1945年に初めて作られたからみたいな話をしてて、まあ、確かにその核兵器とかいろいろな兵器とか水素爆弾とかそういう話とかに目を向けてってたら、まあ、人類は確かに人類を滅ぼす方向に向かっているななんていう、まあ、ちょっとブルーな話になったりはすると思うんですけど、まあ、一方でやっぱり豊かにしてきた面っていうのも圧倒的にあって、飛行機なんかっていうのもなかったらね、海外にパッと行けなかったりとかやっぱしますし、物を運んだりとかっていうのも難しいですし、豊かにしてきた面っていうのは少なからずあると。もともとその人間がそういう環境を作る能力がなかったら、僕らが仮に裸で街中を歩いてたとしたら、ライオンに食われーの、クマにぶっ飛ばされーの、ゴリラにもうもてあそばれーのっていう、やっぱり、ね、無気味のままだったら勝てないわけですから、そういう意味ではやっぱり人類がそうやっていろんなものを作ってきたとか頭を練ってきたっていうのは、頭を練るっていうんですかね頭を練って考えて、頭を考えて、もういいや知恵を使ったんですよ。知恵を使って行ったことによってやっぱり生きていくことができて、かつ、まあ、地球上の中でも支配的な存在になることができるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。でやっぱりありがたいなっていうふうに思うのは、動物ってやっぱ生きていくのに精一杯じゃないですか。明日食う飯がどうかみたいなところの必死さっていうところもあるんですけど、まあ、人間は多少のその食うのが難しかったとしても、社会が助けてくれるとか、あるいは周りが助けてくれるっていう、まあ、その動物も多少は、ね、自分たちの家族を守る分には命かけたりとかするかもしれないですけど、人間の場合はね、ある種他人も助けようとするっていうところがやっぱいいところなのかなとも思ったりしますし、まあ結局はどんな環境が作られようが、どんな社会になろうが、結局は人と人がつながっていることで我々は生きていくことができるんじゃないかなと思ったら、まあ、環境をまあ超えた存在って言ったら恐ろしいかもしれないですけど、まあ、そんなところになったのかななんていうふうに個人的に思うんですけどね。なんでこんな棒読み君みたいな喋り方をしているのかっていうのは不思議なんですけどね。はい、まあ、とはいえですね、動物とかっていうのはストレスを感じることっていうのはあまりないと思うんですよ。まあ、空腹感とかね、怒りを感じる瞬間っていうのはあるかもしれないんですけど、やっぱりストレスっていうのを感じるのは少ないと。でも一方でやっぱり人が生きていく以上っていうのは、人によってストレスを感じるっていうところも否めない部分があるし、逆に言うとやっぱり人間が一番
幸せを感じるのも人との関わりがあるからだと思うんですね。だから多分人間が一人で何かをやるってやっても満たされない部分もあると思うし、逆に人と関わることによって嫌だなと思うこともあると思うし、僕なんかもバスケやってて、バスケものすごく好きなんですけど、やっぱり一人で3時間ずっと淡々とシューティングをするよりも誰かと3時間試合する方が楽しかったりしますし、3年半くらいかな一人暮らしをしてたっていう時よりも、この約1年間の、奥さんと一緒に過ごすっていう生活の方がやっぱ幸せでは間違いなく高かったりしますし、まあ、人が生きていく以上はですね、環境不運というよりはやっぱり人によってその生活の高い低い、まあ低いっていう言い方もあれですけどね、相手にむしろ高い低いとかっていうのも決まっていくと思うので、やっぱり僕が言いたい結論っていうのは、人を大切に生きましょうということに行き着くんじゃないかなというふうに思います。で、まあ個人的にあともう一つ面白かったなと思うのは、やっぱり人によってその進化だって思ってても、進化人類学、進化学的には退化、その馬の話が出てて、最初5本指だったのが3本指になって、で1本指になって、今中指だけで歩いてるみたいな話があって、あれ面白いなと思いましたね。なんか基本的にその何かがなくなるって退化っていう風に思ったりするんですけど、やっぱりそういう部分でなくなることが逆に進化だっていう発想も面白かったなと思いますね。うん、ということなので、やっぱ僕も進化していきたい人間ですから、明日はここの脱毛をして、いらない毛というものをなくして進化してこようかなと思います。進化ちゃうわっていうツッコミはなしでお願いしますね。まあまあ、なくすことによって特別に何か変わるわけでもないか、まあまあ時間とお金はね、手に入れることができるんでこんなこと言ったら蓮くんにちょっと何言ってるか分かんないって怒られるかもしれないですけどね。まあということで、非常に勉強になって、いろいろまたまだまだ感想とかたくさんあるんですけど、まあ、こんなダラダラした動画をしてても仕方ないので、まあ、こんなところで感想は終えたいと思います。やっぱり人が幸せになるかどうか、ストレスを感じられるかどうかっていうのは、やっぱり人によりますよと、環境じゃなくて人ですよっていうのが、まあ、今回一番言いたかったという感想のところですね。ということで、初めて見た番組だったんですけれども、富澤さんが言ったように神回じゃなかったかなと個人的には勝手に思ってます。はい、また時間があったらサンドウィッチマンと明日マナちゃんの、博士ちゃんという番組を見て勉強させてもらいたいなというふうに思います。ということで、本日の動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。